俺だ。こんにちは、神田です。今日は新潟の新しい戦術と言ったらいいんですかね、サッカースタイル、神田が、ちょっとね、いろんな、サッカーチームの試合を見ていたり、雑誌を読んだりする中で一つね、新潟がやったら、フィットするんじゃないのかなと思う戦術があるので、そこをね、ちょっと皆さんにお伝えしていこうかなと思うんですけども、ちょっとね、説明が難しい部分も出てくると思いますので、ちょっとね、分かりづらい方がいるかもしれませんが、最後までね、動画見ていただけると嬉しいなと思います。ここ数年、ポジショナルプレーが発展、浸透した現代サッカーの世界で、新たな話題になっているのが、リレーショナルプレー。ファンクショナルプレーという、サッカースタイル、戦術が欧州ではなく南米から広がりつつあるこの新しい戦術なんですよね。ポジショナルプレーは抽象的で平坦なスペースを選手たちを組織するときに使っているスタイル、概念であるのに対してリレーショナルプレーはそうではないんですよね。ポジショナルプレーというのはスペースを作るために、選手チームをどう組織的に動かしていくというのが、ポジショナルプレーなんですけども、リレーショナルプレーというのは単純に、スペースを作るために選手チームが動いていくのではなく、単純に言うとパス&ゴー、ワンツー、斜めのパス、スルー、極端に狭い選手の距離感、同サイドへのこだわり、そういったことがリレーショナルプレーというサッカースタイルです。このコンセプトなしではリレーショナルプレーは成立しません。選手はパスした後すぐに移動しなければならない。ポジショナルプレーではこの移動が発生する回数が少ないです。パス&ゴーをしていくということがあまり概念にないと思います。選手はゾーン、狭いエリアで小さな動きをすることを求められており、それによってパスコースを作っていきます。ポジショナルプレーは新潟もそうなんですけども、これをベースにした攻撃パターンを得意とするチームは、左右対称で再現可能なパスワークを示すことが多いです。しかし、パス&ゴーは左右対称ではなく、繰り返されるものでもないです。常にやっていくものなんですよね。これがリレーショナルプレー。リレーショナルプレーは先ほども言いましたけども、スペースを作っていくのではなく、常に広いスペースめがけて自由に選手が走っていく、そこを使っていくサッカースタイルです。リレーショナルプレーはどのタイミングでも前線にダッシュしていくことが約束事とされています。南米のチームでリレーショナルプレーの戦術を用いているチームでは、勇気ある者が勝つ、勇気を持って前線に飛び出していこうという思考があります。
南米のチームでこの戦術を用いているチームはフィールドの中央を優雅に暴れ回るミッドフィルダーの選手が多いんですよね。新潟の伊藤選手が、まあ、神田はこの南米のチームのリレーショナルプレーを見ていてマッチしそうな戦術なんじゃないのかなと、まあ、個人的に、その南米のチームのサッカースタイルを見て、まあ、思うんですけども、まあ、よかったらね皆さんも、YouTube などで見ていただくと、まあ、伊藤選手みたいなブラジル人選手が中央で、中盤の中央で暴れまくっている、サッカーシーンが多く見られると思います。でポジショナルプレーをするチームはボールを相手から遠ざけながらゴールに向かって攻め上がっていく方法を見つけていかないといけないんですよね。リレーショナルプレーの特徴というと斜めの位置関係でプレーしていきます。この位置関係はポジショナルプレーにおける位置的優位性とは違います。しかしボールゾーンでの連携で選手たちはチャンスを新しく作り出していけると思います。リレーショナルプレーはアタッカー陣がパス&ゴーとサポートによって斜めの階段を上がっていくというイメージだと思います。相手チームのディフェンダーはターンをすることを強制されてしまうのでその間に自分のマークを見失ってしまうと思います。攻撃の時はポジションが流動的になりチャンスと見るやボール保持者をどんどん追い越してゴールに襲いかかっていく、まあ、これがリレーショナルプレー。ポジショナルプレーが浸透している新潟からしたらボールを握って相手を引き寄せてそれでできたスペースにどんどんボールを動かして選手が流動的に斜めに駆け上がっていくスタイルを目指していってもいいんじゃないのかなと思います。ピッチ全体を広い視野で捉えながらいろんな選手が流動的に動き回る新潟のサッカースタイル、ポジションごとの役割や特定のエリアですべきプレーがあってないような新潟のサッカースタイル、ポジショナルプレーとリレーショナルプレーの共通点としてはボールを握っている時間が長く支配率がとても高いということです。ただ南米のチームでこのリレーショナルプレーを採用しているチームはスピードあるミッドフィルダーの選手が少ないと思います。ですけども新潟みたいに中盤にスピードがある選手が多いチームがこのリレーショナルプレーという戦術を用いても面白いんじゃないのかなと神田は思います。南米のチームは常にコンパクトな陣形を保ってプレーしているので選手の距離感がどんどん狭くなっていくイメージです。新潟の場合ならお互いに距離感を取ってプレーしていってもいいんじゃないのかなと思います。また守備プレスの部分では今まで通り激しくいけばいいと思います。ゴールに近づくためにボールを失ったらすぐにプレスをかけて奪い返すことが必要でそこはポジショナルプレーもリレーショナルプレーもめちゃくちゃ大事なことだと神田は思います。ボールに近い選手からとにかく取り返すために走らなければならないですし奪った後は長くボールを持つのではなく素早く味方に渡すことが大事、ここは今の新潟のサッカーと変わらないんじゃないのかなと思います。リレーショナルプレーは日本語に訳すと相関的な動き、ボールを持った選手に対してボールを持ってない選手の動き出しのタイミングやサポートの角度、パスを要求する距離、体の向きの作り方などがリレーショナルプレーという言葉になってくるんじゃないのかなと思います。そしてリレーショナルプレーはポジショナルプレーの大きな枠の中に含まれる一つの要素じゃないのかなと思います。松橋監督が求めている究極の部分に似てるような感じが、まあ、神田はするんですけども、まあ、それはね神田だけかもしれません。まあ、神田だけがそう思ってるんじゃないのかなと、まあ、思う部分もあるんですけども、まあ、新潟と対戦するチームは対策として相手が守備の時は新潟の選手に食いついてこない、ゴール前で待ち構えて守備をしてくることがここ最近多いです。新潟がボールを持って攻撃を始めようとすると
なかなかスペースがない、なかなか縦パスが出せない、前を向けない、くさびのパスを入れていくことができない。なら選手たちは一人一人が細かく立ち位置を調整しながらプレーをしていくしかないと思います。そして選手に固定のポジションがなく、パスを出したらそれによってできたスペースに動くことを繰り返していくことが大事になってくるんじゃないのかなと思います。ボールを持っていない選手たちがスペースをつく動きを繰り返すことで、ボールポゼッションはより明確になってくると思います。新潟のポジショナルプレーの進化変化がリレーショナルプレーになるかどうかは分かりませんが、神田はどこかで試してみてもいいんじゃないのかなと思います。今日の動画はかなりね、分かりにくい動画になったと思いますが、またねこのリレーショナルプレー、詳しくね解説していけたらしていこうかなと思います。今日はねこういった戦術を今の新潟、試してみてもいいんじゃないのかなと思ってお伝えさせていただきました。本日はねまた19時45分から、ライブ開演しますので、お時間ある方はぜひともご参加の方よろしくお願いいたします。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。